生選田中裕介選手です。田中選手にはフロムワークアバーメイドにフロムワークアハットスプーン贈呈いたします。はい、じゃあ田中裕介選手にもお話をお伺いします。見事な先制点、すべての出発となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。あの得点、まあ、今日の先制点でしたけど、実は田中裕介選手にとってリーグ戦50点目メモリアルゴール。これ当然知ってましたね。いや、全く知らないです。全く知らない。あ、そうですか。でもそんな中、本当に欲しい時に取った先制点でした。どんな感触だったんですか。まあ、そのボールが上がってくる前にキーパーの前になったんですけど、まあ、多分こっちじゃないなと思って動き直したらそこにボールが飛んできたんで、あとは流し込むだけでした。ね、その後も立て続けに、ね、ケンペスが取ってみたいな。あ、ケンペスとのアベックボールも多分初めて。あ、そうですかね。全然望みますよ、それは。はい、じゃあ、もう最終盤に向けて本当走り続けるジェフの象徴的存在でもあります、サポーターの皆さんに熱きメッセージをよろしくお願いします。